はい、皆さんこんにちは。しげちゃんの歌唱実践講座のお時間です。今日は竹島宏さん、プラハの橋、この曲をレッスンしてみたいと思います。まずはオリジナルキーで私がワンコーラス歌わさせていただきます。心が痩せたと君はコートの襟を立てた。逃げるように辿り着いたプラハの駅は冬の午後、許される、愛ではないと知りながら、終着駅で降りた二人、石畳の広場へ。愛しかないのに残されたのはそれだけなのに、モグダルにかかる橋で声を漏らして、泣き出した君抱き寄せてしまえと胸は言うのに、止めるように鐘が鳴る。はい、なんというね、切なく悲しい、そういう歌なんでしょうね。とってもいいですね。もうゾクゾクっとくるような、いい曲ですね。プラハの橋、また舞台もいいですよね。日本国内にいるんですけど、やっぱりこの外国のね、ドラマチックですよね。ここで男女の、ギリギリのところの心が、そうがあるんですね。まあ、こういう舞台がとってもまたいいですよね。はい、このプラハ、プラハっていうのは、チョコの首都で、まあプラハっていうところがあるわけですけど、世界で最も美しい街と絶賛されているそうなんですね。私は行ったことありませんけど、ここの街の中心に、ボルダル川というのがあって二分されているそうなんですけどね。その舞台でこの男女の別れがね、とてもドラマチックに描かれて、まるでこの映画のワンシーンを見ているような内容ですよね。もう本当にこの詩を見るだけ、歌を聴いているだけで、胸が熱くなるような素晴らしい作品ですよね。前半はこの語り口調で、後半から一気に盛り上がってきますから、そのあたりを十分気持ちをうまく切り分けて、歌唱して、最後のところで垂れないようにね、持ってきていただきたいですね。はい、とってもいい歌だと思いますから、ぜひ皆さんしっかり覚えてみましょう。はい、それではオリジナルキーでレッスンを行っています。心が痩せたと君はコートの襟を立てた。はい、ここまでですね。心が痩せたと君は、もちろんしていていきましょうね。最初の歌い出しの強さ加減に注意ですね。後半ですごいサビがやってまいりますから、もう前半は本当にこう、心のね、内情をちょっと、訴えていくような感じがいいですね。ですからあまり歌いすぎずに落ち着いて、乗っていきましょう。気持ちはスタッカートの感じですね。心が痩せたと君はと淡々といきましょう。コートの襟を立てた、コーというところね、ちょっと高くなりますけど、まあ高いからといって張り切りすぎないように、まあできるだけ綺麗な高音で聞かせていただくといいですね。
さあ、それでは逃げるようにたどり着いたに行きますよ。心が痩せたと君はコートの襟を立てた。逃げるようにたどり着いた浦田の駅は冬の午後許される。愛ではないと知りながら終着駅で降りた二人、石畳の広場へ。はい、ついついね、いい感じですから行っちゃいましたすいません。はい、もう一度最初から行きますね。はい、襟を立てた。逃げるようにたどり着いた。すぐ来ますよ。プラハの駅は冬の午後、冬の午後、許される。愛では、ちょっと音がポンと上がりますね。愛ではないと知りながら。終着は早いですね、16号。終着駅で降りた二人、石畳の、畳の広場へ。まあ、心までが前半ですね。まあ、非常にタッチをスタッカートの感覚で、割とピシピシと捉えてみましょうね。まあ、心あたりまでがやっぱり落ち着いた感じで歌ってほしいというところになりますね。そしていよいよ愛しかないのに残されたのから、もう一気に、本当に畳みかけるように、いっちゃいますからね。ここのあたりから気が抜けない感じになりますから、最後の方で食べないようにしましょう。それでは今度は愛しかないのに入っていきますよ。前半はあくまでも落ち着いてスタッカートで。心が痩せたと君はコートの襟を立てた。逃げるようにたどり着いた浦田の駅は冬の午後許される。愛ではないと知りながら終着駅で降りた二人、石畳の広場へ。はい、ここからです。愛しかないのに残されたのはそれだけなのに、モルガルにかかる橋で声を漏らして泣き出した君、抱き寄せてしまえと胸は言うのに、止めるように鐘が鳴る。はい、もう行っちゃいました。とってもこの最後のあたりがいいですね。なんとも言えない切ない感じでいいですね。愛しかないのに、まあ、ここら辺ね、ちょっと、音がクッと跳ね上がっていますから、愛のいい、ないいのあたりね、こう大胆に行きましょうね。シンコペーションの感覚ですね。愛しかこのままないのに残されたのは、残されて区切ってたのは、で息をグッと入れて、それだけなのにと畳みかけるように行きましょう。そしてモルダルにルーでちょっと節を回して、モルダルに
かかる歯を伸ばして死で声を漏らして、そしてまたいい気合で直して、泣き出した君、泣き出した君、抱き寄せてしまえと、抱き寄せてしまえと、抱き寄せてしまえと、胸は言うのに、胸は言うのに、止める、また大胆にグッと上げる、止める、一息でように、鐘が鳴る、こう最後のところね、一息でいきましょうね。こういうところで、小刻みに息入れないことですね。はい、それでは、もう一度このいいとこですね、愛しかないのにというあたりをいきましょうかね。はい、執着ですね。執着駅で降りた二人、石畳の広場へ。はい、いきますよ。愛しかないのに残されたのはそれだけなのに、モルガルにかかる橋で声を漏らして、泣き出した君、抱き寄せてしまえと胸は言うのに、止めるように鐘が鳴る。はい、こんな感じですね。もう本当に涙が出てくるようなね、もう切ない、この男女の最終的な別れのシーンですね。まあ本当に何ともいい曲が出来上がったと思います。これがまた竹島ひろしさんがね、上手にこの、男性の感情をね、表現してますよね。はい、ぜひ皆さんレパートリーの一つに加えてみてください。とってもいい歌です。